わぁ、どうバレバレバレ、星たんたん、どうバレ。今日の動画は YZM-R15 を塗装したいのでバルズストアでバイクを預けるところから始まります。それではスタート。はい、この動画ね上がってると思うんですけど、これの続きです。これ塗装出すということで、今ちょっとトーバルさんが外してくれてます。あれですね、外して持ってくってことですね。外して、はい、ペイントショップさんにお預けします。あ、わかりました。おー、中初めて見た。これ早いもん、ほらタケコプターを一瞬でさばいてた。いや、腕だけはいいんですよね。ありがとうございます。小春さん、私一応いろんなバイク外したりしてるんで手伝います。あ、じゃあ全部お願いしていいですか。え、全部全部無理です。あなたくらいで助けてホイールを外してもらって。いや、わかんねえ。全部全部あいいですか。あ、ちょっとこっちにいます。これ知ってますよ、たこ焼きです。これがたこ焼きって。これたこ焼き。これたこ焼きじゃあ反対があるんだ。はい、これは任してくださいよ。たこ焼きぐらいできますよ。これは何回もやりましたからね。これをね、落とすのが怖いんです。あれ、こっちですか。硬いよ。え、どっちですか。反時計回り。おお。こっちも外して、こう両手で持った方がいい。あ、ここ、え、そうですか。あ、すごい腕がいい。支援のもうまいな。でしょ。うん。早く外して。はい。はい、以上です。おお、それを体につけるんです。体につけてました。あ、そう。DSX の時。まだ上に。お、取れた。なんか面白いのこれ。もう終わりです。私がやらないからめちゃめちゃ早いです。うわ、すげえかっけえ。これ変形しますよね、絶対。あのガンダムみたいに。あ、そうですね、これが中二病です。いや、めちゃかっこいいなこれ。うわ、なんだこの顔は。なんだこの顔。ほんと YZF か。こうしてたんだ。なんかおもろ。すごいねこれ。はい、おはようございます。あきです。今日はね、この間 YZF-R15 のね塗装してもらうっていうことで、ちょっと車が多すぎて、トーバルさんに紹介してもらったんですよ。こちらです。早速中に入っていきたいと思います。どうもー、こんにちは。どうもこんにちは、はじめまして。噂のアッキーと、はいはい、よろしくお願いします。キャスでかくないですか。もうね、これね、外しても大きい穴開いてるからね、つけとくしかないんですよね。すげー、めっちゃ似合ってますね。でかいっていうか、やっぱアッキー本人見るとやっぱり、はい、いい感じのでかさだよね。もう、はい、ビジュアルに僕、はい、一撃でやられた口なんで。どういうことですか。いや、すごい可能性しか感じないこの、あ、ね、このフォルムですか。フォルムが。ありがとうございます。ありがとうございます。この中を、はい、俺しか育てられないんじゃないかなと思って快諾しましたね。どういうことですか。お腹を見て、はい、あ、これは OK ですか。あ、痩せてたらちょっとキャンセル。あ、本当ですか。危ねえ、よかった。ありがとうございます。普段はうち塗装ってあんまりお客さんの目に触れることないんだけど、はい、せっかくこう秋来るからちょっと塗装してみるって思って準備してるんで、ぜひやらせていただきたいです、はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあちょっと移動ですかね。せーので、ジャンプ。キャラじゃないんだけど、こういうの。やらないといけないんですよ、チャンネルは。いきますよ。はい、せーの。はい。なんだよ。俺だけかよ。すみませんでした。ちょっともう一回ちゃんとやるんで。はい、せーの。はい。はい。はい、ということで、はい、あの、早速あるじゃないですか。かっこいいの。すごい。サーフェイスをやってもらった感じです。下地はこんな感じでやっていただきました。めっちゃいいな、このままでも結構この状態も結構好きですね。これめっちゃ綺麗、すげえ、めちゃめちゃ綺麗。次に乗せる塗料をあの鋼に包んできました。ペーパーだけだと凍ってる状態です。まず何言ってたか分かんない。わー、色が素晴らしい、綺麗。
色です私。うわすごい。これは今何やったんですか。硬化剤って言って、これを入れると塗料が固まるんですよ、はい、あ、これで固まって、はい、これ入ってないと逆に固まらないんで、ダラダラしちゃう。そうなんですか。一応表面とかは少し固まり、触れるぐらいにはなりますけど、はい、完全硬化しないんですよ。あ、ならない。こんなにいっちゃうんですよね。完全このカールなんかは形状が複雑だから、これを意識しながら拭くと綺麗に塗れる、うん、こういう風にやると長大変だから、ちょっと角度こぼれないぐらいの量にしか入ってないんで、はい、こういう感じで上から下に、これで大丈夫です。まずは最初に下を動かしながらね、こうやって。でもそれは決まりもないんで、塗りやすいか塗りづらいか含めてやってもらったらいいので、これついてるゴミを取って、塗装の方も、はい、オーラー行きます。はい、ちょっと水色になったね。すごい。はい。わあ、すごい。めっちゃ水色。あ、そうなんですか。うん、こうでもいいし、こうでもいいし。あ、でちょ。一旦まず染めて、後から薄いから拾っていくよ。それも染めると幅広い。あ、染めると幅広いね。そうだね。あれ？なんか変だな。真ん中が色がついて、うんうん、まだ色が染まりきってない。あれ？塗料出てない。あ、出てない。あ、やばい、やばい、やばい。下からね。あ、ここ。塗料終わりました。まだ終わったよ、まだ。まず染まりにくいところとか最初にやっとくんだよね、本当は。染まりやすい中でも通るところは嫌でも染まるんで、色最初にやって、で、さっき言ったようにメインのところを、はい、こういう感じで、すごい。こっちが私がやった方がめっちゃ綺麗。どん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 塗り重ねていくと、そうですね、詰まるんで、めっちゃ綺麗。せっかくだから、はい、やってもらって、そこを出そう。今こっちやってもらって、ちょっとさっきより塗料が出るようになってるから。あ、分かりました。腰入れてやってもらう。腰が大事なんですよ。まずは腰が大事だから。よし、はい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 、あ、きついね。足細くなっちゃうじゃん。こんな感じで綺麗じゃないと、塗装ってお化粧と一緒で体操も綺麗にならないんで。確かにさっき言ったように、さん下地から綺麗だね。そう、綺麗でした。で、塗料を塗って、また綺麗だね。で、シールも貼って、クリアを塗って、さらに磨き込むから。そこはもうお渡ししてからのお楽しみです。ありがとうございます。はい、ちょっと仕上げをやっていただきました。光ってますよね。クリアコートっていうのもかけるから、今はもうほんと塗料を少し厚めに均一に塗った感じだよね。うん、ムラがなくなった。全く、うん、である程度裏側もねちょっと色になって、あ、最後ね裏は本店のレーサータイプは艶消し黒で塗るんだけど、はい、そのベースにしてもやっぱりある程度塗んないと、はい、あ、そうなんですか、うん、端までピッシー、はい、いやー楽しかったですね。めっちゃ塗装めちゃめちゃ楽しみ。ガンプラとかさ、フィギュアとかそういう系作ってる人とか多分すごいやりがいあると思います。めちゃめちゃ楽しいですよ。やっぱどんどんかっこよくなってくんで嬉しいですね。はぁ、あ、巨大なほうれい線がすごい。あー楽しかった。脂肪分解痩せる祭り、書かせていただきました。飾ってくれるとのことなので、よかったら見に来てください。ありがとうございました。うわすごい、アキツバ毒を立って入って、ありがとうございます。これは何やってるんですか。これはね、位置を決めるんだよ、シール。バミルってやつ。はい、バイクってやっぱり真っ平らじゃないじゃないですか、ね、湾曲して。でも確かに言うように見た時にこう真っすぐ見えるように調整しないと、はいはい、でもこれぐらいのもんじゃね、大丈夫。うん、一応こんな形でまずさっきね、イラストレーターで作ったアッキツーワンの
ロゴ、オリジナルロゴを貼っていくのに、まあ、こうやってサイズまず出して、当てがって、良ければこれを採用する形で。で、これを貼った後は、工程としては貼り込んで、この上にクリアコート、剥がれないようにする。はい。まずこれをちょっとこの後貼っていただいて、ぜひ。あ、私貼っていいですか、これ。体験ですよ。え、これミスったらどうするんですか。ミスったらもう一回貼り直す。このドッグウォーターを含めて。細い。また緊張するけど楽しいやつだ。うん、ここが一応あの色が変わるラインになってるんで、そう。で、下面を合わせた方がいいかな。これはいけちゃった系だね。洗剤と一緒に吸わせながらちょっと絞る。うわ、上がってくるところポイント押さえながら、そう、それでもいいね、それでいいの、なんか豚の爪みたいな感じでめっちゃ言うよ。まだ汗だけで大丈夫。はいはいはい、鳴らして、混合液のセッティング次第ではもっとくっつくんだけど、うん、今は逆に失敗のリスクの方が、そうですね、非常に高いんで、こっちの動かせる方が想像以上なんですけど、これステッカーってこんな難しいんですね。やっぱり持ち屋持ち屋ってプロが言うんだよね、全部ね。やっぱぜひプロの方にやっていただきたい。大雑把に言えばハサミ入れちゃうときに、なんてことするんですか、痛い。まあいろいろカッター入れるときもあるけど、場所によってね。ドクオタも入りました、ありがとうございます。今日はこのままね、シール貼り進めてクリアコートまでして、作業進めてきますので、わ、楽しみ、よろしくお願いします。おーい、やってきます。あ、お腹すいた。いや、いいっすね、ここ目の前に。そうなんだよ、お店あるから。うわぁ、めっちゃいいね、それ。でも俺ここでパスタ食べたんだよ。あ、本当ですか、うん、食べます。いや、大丈夫。遠慮しなくていいのに。遠慮しないよ。うん、うまっ。うまい、うん、うん、おいしい。何言ってんの、全然わかんないな。めっちゃおいしい。あ、めっちゃおいしいっすか。私はその間にロゴを作ってお願いします。唐揚げ売ってるの知らなかった。そういえばこの前さ、トーバル君と一緒にお弁当食べてたよね。あ、そうそうそう、なんか広角モードで撮ってたんですよ、うん、そしたら私が手前っていうかこっち側に端にいたんで、端に言うと伸びるんで。あ、そうだよね。そしたらなんか視聴者さんが、気のせいだったらあれなんですけど、アッケーさんの方だけ米の量2倍じゃないですか。2倍ですよねって言われて、違いますからね。同じだから。伸びただけだから。ごちそうさまでした。大丸さん、追ってきましたよ。こんばんは。あ、ノリいいっすね、今日は。疲れてるんで。ハイテンション。はい、帰りたい。あ、はい、帰りたい。実は、閉店後なんですよね、今。そうなんですよ。すいません。10時半ぐらい。すいません。先と帰りです。すいません。お疲れ様です。お疲れ様です。出来上がりおめでとうございます。おめでとうございます。ちょっと、これ今、私初めて言ったんですけど、この組み上がってんの。ある程度、組み上がってます。やば。そう、残りをね、持ってきたんで、お願いします。あれ？ちょっと待ってください。おい、これ。何やってんすか、これ。めっちゃ見えるとこ貼ってるじゃないですか、これ。どういうことですか。そんなにお願いしなきゃ。あ、私でしたね。だよね。はい。何の音今。チャクが開きました。開けてるんですけど、ボタン閉まんないんで。こう。すいません。びっくりして今バリバリバリって。おい、すごくないか、ほらこうやってちゃんとこうやって見えるようにやってくれたんですよ。す、本当はかぶさってる部分もここはね、あんまり見えないんですよね。そう、見えないんですけど、ちゃんとその中も細かいですね。そう、すごいんですよ。すごいです。ちょっと早くやってくださいよ。おお、かっこよ。もうすごいですね、これ。すごい。ちもさん、ありがとうございます。バレバレ腰タンタン、バレバレ腰タンタン、バレバレ腰タンタン、まだすか。
いつの間にかできてました。ありがとうございます。やばくないですかこれ。これめっちゃ目立ちますよね。これすごい細かいです。めっちゃ細いのもちゃんと私のやつ細くて。ありがとうございます。本当にすっげーかっこいいです。もうアッキトゥーワンやっぱいいです。この後はガラスコーティング。あ、そうです。この後はもうさらにピカピカにしていただくんで、はじめさんのところに乗ってってガラスコーティングかけてもらう。そうです。うん、乗ってきはしないです。あの汚れ嫌だって言ってました。あそう、汚れの上。ありがとうございます。お疲れ様です。声の声量が若干小さくなってるんですよ。あ、私が。はい。あ、すいません。いや、疲れてる。素晴らしい。ありがとうございました。こんにちは。こんにちは。また今日も TM ガレージさんにお邪魔してます。最後の仕上げですね。そうですね。ガールズストアでちょっと見ちゃったんですけど、めちゃめちゃかっこいいなと思って。震えるよね。いやもうずっとめっちゃかっこいい。マッキーがね、あの今回乗ってくれるんだってことで、もちろんいつもクオリティ高くやってるんで、はい、一段とよりビカビカにということで。ありがとうございます。はい、今日なんだっていうと、うちの自慢のいわゆるガラスコート。ああ、聞いたことはあります。単純に言ったら洗車がしやすいですよ、傷がつきづらいですよ、うん、バイクってむき出しなものが多いから。そうですね、だいぶそこが難しいんですよ。、はい、だからうちに関しては、はい、そう、そこがやっぱりプロフェッショナル、外装のスペシャリストとして施すコーティングは、はい、何で笑ってんの。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、こんにちは。スペシャル技術を持っているお二人ですか。はい、そうです。お名前いいですか。TM ガレージの店長の小倉と申します。小倉さん、よろしくお願いします。お願いします。ガラスコートの専門のスタッフの篠原瀬奈です。瀬奈さん、おお、かっこいい名前の。タイヤの瀬奈から来てます。あ、そうなんですか。え、本当にそうなんですか。本当にすげえ。心は磨かれてない。ちょっと苦笑いしちゃって。じゃあよろしくお願いします。お願いします。おい、厳しいぞ。頑張ります。ちゃんとやってくんねえと困るから。頑張ります。はい。え、なんすかこれ。ニコちゃん、アッキーの顔。あ、私こんな顔してます。ふざけてんじゃねえのか。ふざけてます。ふざけてます。私の顔が。でスタンプして、でバフを回してきます。よく伸ばしてから。すごい楽しそう。絶妙な力加減、はい、力を入れすぎても傷が入っちゃう。ぐるぐる回して適当に慣れてるようなんだけど、はい、やっぱ加減をしながら綺麗に磨いて傷を消していきます。あ、そうなんだ。気合い入れるよ。気合い、俺の心も綺麗にしてやろう。あ、あ、いいっすね。今真剣にやってます。真剣にやってます。やってます。真剣にやってます。ちょっと甘い気がするんですよね。いや、ちゃんとやっていきます。これ何ですか。これは何ガラスコーティングをガン拭きで吹きつけて、バイクとか特に細かいところが多いので、はい、こういうことやらないと入らないところとかにもこうやってコーティングしていきます。あ、若干私も今浴びてます。綺麗にお風呂とか入ると水弾くから。正直あのパッと見ただけでは自分は素人なんでちょっとよくわからないんですけど、これが大事なんですよ。そうですね。今は何やりますか。外装の色ついてるところに別のお薬を入れてきます。特別なお薬、はい、なんでいつもこれ小指立ってるんですか。猫だから。猫の尻尾だから。機嫌が良くなってくると尻尾立ってきちゃうんだよね、猫は。一緒らしいですよ、セネさん。すごい不況なんだ。不況。幻。
これ何？ガラスコートっていうのは、汚れがつきづらくて傷もつきづらくて、でつまりどういうことですかね。ちょっと幻幻じゃダメっす。ガラスコートやってるのちょっと私自身初めて見たんで、こういう感じで綺麗に仕上げてくるんですよね。こういう感じじゃないよ。え、違う。ちゃんと真面目にやってるからね。そうですね。幻。幻幻じお疲れ様でした。最後の塗装の方のお化粧からガラスコートまで、冒頭で言った日本一の技術っていうのを体感してもらえればいいなと思います。はい、入りちょっと怖いですね。入り怖い。いや絶対頼れないよ。なんかあの事業員さん募集してる。そうですね。真面目にね、はい、普段やってるんですけど、施工スタッフ、あのプロに一緒にあのなってやってくれる人たちも募集してるんで、ガラスコート、はい、まあ、バイク好きでまずそこがあって、バイク綺麗にするのが好きで、一緒に仲間としてやってくれるスタッフ募集中でーす、はい、よろしくお願いします。あのなんかガンプラ好きも、ガンプラ好きね、はい、あの中にいるみたいで、ちょっと私話させてもらいましたけど、お前ちょっとうちパイプ太いんで。はい、よろしくお願いします。 TM ガレージ、はい、 TMガレージ。もう一言来ないんだから。ガレージ。いや、本当に一言来なくなるから、やめてくれ。次までにみんなこれを収束しておいてください。TM ガレージ。でも楽しくやってますよ。はい。よろしくお願いします。じゃあ、帰りますんで、私。はい。はい、気をつけて。気をつけて帰ります。ありがとうございました。ということで、これ乗って帰りますけど。これやばくない、マジで。これやばいよね、マジで。あの画面よりマジで実物マジでやばいよ。よいしょ、かっこいい。あ、じゃあ行きます。ありがとうございました。ありがとうございます。おー、うわー、かっこよくね。みんなやばくない、これやべえやな、これ。うわ、みんなもう見てる、見てるよみんな。はあ、すごいねこれ。圧倒的所有感。うわー、かっこいい、この目線見て。やば。うわー。うわー、超かっこいい、これやばい。最高じゃん。あのちなみに乗り味は変わってません。はい、塗装とあとガラスコーティングしてもらったり、いろいろその外装に関してね、いろいろやってもらったので、テンションが変わったので、私の乗り味のスキルがあの10ぐらい上がってますね。気持ち的な問題で上がってます。ほら見てるよみんな、めっちゃ見てる。いや最高傑作だわ。実際はね見られてないんですけど、見られてるような感覚に落ちます。自分がやっぱさ嬉しいからさ。ほら今ちょっと自転車乗ってる人ちょっと見てくれてる、あれかっこよくねって。いや見られちゃうんだよなこれがな。俺今の自転車乗ってた人も見てて今。いや嬉しいね。このバイクにしたことによって、正直見つけられる確率が上がると思うんですけど、まあ別にいいですね、そんなんは。このバイクに乗れてもうほんと幸せです。バルズスターの音バルさん、そして TM ガレージの橋本さんはじめスタッフの皆さん、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。え、バリかっこよくない、やばくない、 150cc だよ、ありえなくない？から見るこの奥のほらほら、このタイヤのさ、ホイールのさ、このここもだってもうこのカラーリングよ、この隙間から見えるのも全部最高じゃないですか。ちょっと写真撮りたいね、あのどっかでさ、どっかツーリング行ってさ、かっけえ写真撮りてえや。これでこれ音もね多分かなりねビビると思う。めっちゃかっこいいやんって絶対なると思いますこれ。いやーちょっとバイク乗ってない友達にも自慢したくなっちゃうな。もう
味ない人にも言いたくなっちゃう、これそんくらいのかっこよさね。久しぶりに乗ったけどやっぱいいな、このバイク乗りやすいわ、軽いし本当にかっこいい、最高傑作です。YouTube やる前からこの色にしたかったんですよ。てか R1 じゃないですか本当は。 R1 はちょっと乗れないので、私大型もそもそもないし、技術的な面でもね、はい、いやーよかった、かっこいい。ただ1個気になってるのが、まあマフラーとかも変えてないんですけど、純正なんでね、塗装してなんかマフラー変えたいなって思っちゃったんですよね。やっぱりなんか変えたくなっちゃうよね。あ、かっこいいよ、うん、かっこいい、十分だけど欲が出てきちゃった。まあ、次の目標はちょっとマフラーですかね、マフラー変えようかなみたいな感じですね。かっこよくない？実はですね、この後北海道行く予定があるんですよね、このバイクで。やばくない？新しくして早々すぐ北海道ツーリングですよ、やべえだろ。もう傷をなるべくつけないようにね、最新の注意を払って北海道ツーリング行こうと思います。ってことで、まあ、ちょっと今日はこの辺でね、もう終わりにします。はい、見てくれてありがとうございました。北海道行ってきます、お疲れです。かっこいい、ちょっと引きで撮りたくなっちゃって、入ろうと思ったのに撮っちゃった。やべえ、本当に帰ります。はい、お疲れ様でした。